後崎チャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、大荒れスライパ・リーグ編。イエイ。ね、パ・リーグは去年結構当てたんじゃん。誰も当たってない。そうだっけ、誰も当たってないんだって。去年はピッチャー山本、キャッチャー森、頓宮と紅林と万波か。あ、そうですね。で、紅林は当てだなって言ってたんだよね。あ、そうだそうだ。上川端とか行っちゃってたんだよね、多分。うん、そうだね。まあというところで、はい、さあじゃあ今年ピッチャーからいきますか。ね、ピッチャー山本投手抜けたから分かんないですよ。じゃああれやな、山下やな。山下俊平太。でもベストナインもやっぱり最多勝と、まあやっぱタイトル絡んでいかなきゃいけないよ ね、 うんですね。佐々木朗希もあるけど、1年間持つんかっていう話があるからね。でも持ったらすごそうですけどね。持ったらすごいよ、うん、そう考えて山下も1年間持つんかっていうね。去年も離脱あったから、ね、いやそれまだちょっともろさはなんか分かんないです。未知数ですよね。そこ行けばね、うん、佐々木朗希も山下も、はい、それは何かのタイトルはついてきそうな、うん、ね、佐々木朗希だったら奪三振とか、うん、はい、ね、山下だったら勝ち星とかなんかついてきそうな気もするけどね。でも、うん、でもゴールデンクラブは平だね。そうか、あ、平いいね。いや意外と15、6勝するかもしれないですよ、平投手。そうだね。でもいや、しそうなんだよね。そう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 、エンジンがちゃうやつ、うん、離脱はよっぽどのことがない限りしなさそうだね、うん、で、あとはいつ投げるかも大事やね。やっぱりこれね、開幕投手って名誉なことなんだけど、うん、はい、成績は悲惨な運命たどる可能性あるね。相手もエースだから、うん、打線が打たなかったら、うん、勝ち星拾えないんだよ。そうですね、全然。で、そうなってきた時に佐々木朗希、うん、日曜ローテ名言、はい、日曜ってローテーションの中だったら、うん、トップクラスに勝ちやすい曜日やね。へえ。それなんでかっていうと、はい、一番いいのからで言うと、うん、金曜日から開幕だったら、はい、金土火曜が、うん、要は上位3人が投げるわけよ、うん、で日曜日っていうのは3戦目じゃん、はい、うん、これルーキー結構投げるから、はい、あー、ね、まあ3枚目っていうところで、うんうん、ルーキーが多いのと集客力をするために若い選手、はい、ルーキーを投げさせる。人気のちょっと、そうそうそう、でそこに佐々木朗希行けば、うん、集客力もある、うん、相手は落ちる、うん、勝ちやすいよね。そうですね、うんうん、で、まあ、あと5、6番手になってくるんだけども、うん、これいいのよ、日曜日が、うん、日曜日、なるほど、うん、で、うん、春先、はい、あったかい、うん、昼だからね、うん、ってなった時に夜の寒いコンディションに投げさせないようにしてる親心も入ってんちゃうかっていう、うん、佐々木朗希に対して。なるほど。結局かなりのフォローアップしてんちゃうかっていう、うん、あと1年間もつか分かんないけど、はい、そうなったら平も2戦目3戦目とかね、うん、なってくるから勝ち星行きやすいよね、うん、まあ、もちろんエースに勝てばねいい話なんだけどね、はい、勝ちやすさもあるからね。確かに西武結構ピッチャー今井投手もいるし、そうだね、いるので3枚目とか4、うん、それかもしくは火曜日とかね、うん、なる可能性も十分あるから。裏のやっぱ平にしとこうか。馬力あるからね、完走はするから、完走、うんうん、そう、なんか離脱しなそうっていうね、うん、だ平にしよう、はい、ピッチャーは。キャッチャー、キャッチャーは今までは森海王国でしょ、うん、森海ちょっと森海海海海物くんはちて知らんの、知らんの、そや怪物くんやね、海海海海海海ちて、あ、それ聞いたことある。愉快空海怪物くん、あ、それ聞いたことある。森海海ちょっとから分かんなかったんですよ。だから、うん、若月森だよね、うん、ロッテはまあないやろ。西武は古賀、はい、ね、楽天が太田、まあ、太田が筆頭ですね。で日本ハムはちょっと流動できる、うん、ソフトバンクは下位でしょ、うん、若月しかないな、これは、うん、これはもう若月まだベストナイン取ったことないから、うん、ゴールデングラブあるけど、うん、ないのか。ここは若月だね、うん、キャッチャーは、はい、ファースト、はい、ファーストは去年が頓宮選手です、うん、オリックスが頓宮でしょ、うん、でロッテが外ね、はい、楽天がだから鈴木大地とかちょっと流動的だね。そうなんですよ。で西武がアギラね、うん、でソフトバンクが山川、うん、で日本ハムがちょっとファーストはレイエス。レイエスあるね。レイエス、レイエスやな。レイエスに期待でしょ、うん、パンチ力ありそうですもんね、うん、ファーストは最大のライバル山川やけどね、はい、うん、でセカンド、はい、セカンドは去年誰？浅村選手。浅村、もう浅村コンバですよ。浅村王国？はい。でも一回中村翔吾選手取った後、うん、もずっと浅村王国です。でも浅村がいなくなったから。はい。あのそうだ。もう移籍したから。うん、違うところに。だオリックスセカンド流動的やね。うん、でロッテ藤岡、ソフトバンク牧原、で楽天が小深田、で西武が友崎、で日本は流動的。うん、でマッマッキーあるんちゃう？小深田派？小深田派。
トロサギもずっと俺トロサギって言い続けてきたけど、うん、でも小深田が盗塁王取ったらあるよ。そうなんですよ、去年取ってるん で、ね、で今年セカンドレギュラーで盗塁王を狙いたいっていう目標にしてるんですよ。やるな、うん、あるんですよね。これ小深田にしとこうか。お小深田あるね、盗塁王取ったらあるもんね。浅村がもうセカンドに帰ってくることはないから、はい、小深田が流動的になることは多分ないと思うんだよね。去年みたいな移動はない気がしますね。牧原はまだ、うん、ホークスは怪我人出る可能性あるから、うん、流動的になる可能性あるから、あります。気づいたらセカンドじゃないパターンあるから、ね、はい、サード、うん、サードはオリックスが宗でしょ、うん、でロッテが、ま、中村翔吾安田、はい、ソフトバンクが栗原、うん、で楽天が浅村、うん、西武がちょっと流動的やな、別件里達もいるし、うん、で日本ハムが、ま、清宮だったけど清宮がちょっとスタート遅れてるから野村、うん、郡司、うん、っていうところだから、うん、栗原か、もう嬉しかねないですか、ね、初受賞は、うん、ショート、まあ、源田がいてね、はい、去年は紅林で、うん、ソードバンクが今宮、はい、でロッテはちょっと流動的、うん、で日本ハムも流動的、うん、楽天もう村林やな、村林選手いきますか、村林行っとこう、うん、ここは楽ないぞ、うん、チャンスあるチャンスある、はい、流動的なのはちょっと選びにくいよな。そうですね、誰が来るか分かんないですからね、うん、で外野去年が近藤選手、柳田選手、万波選手、うわー熱いな壁、うん、これはもう柳田王国がまずあって、でその前が島内選手、松本剛選手、でその前吉田正尚王国プラス杉本選手とかですね。だからやっぱタイトルホルダーだよね、結局はね。辰巳取ってるんじゃん、取ってない、ゴールデンクラブだからいつも、ね、じゃあ辰巳に行こう。辰巳も3割打ったらね、うん、チャンスあるからね、あるある、多分センターでレギュラーは、ね、では出るんで辰巳行こう、うん、あとはオリックスは中川、うん、中川まあワンチャンあるよね、うん、でロッテ、ロッテも誰が出るかわからんからな、うん、まあ僕、うん、いやだから守備がね高め押すけども、はい、守備がどこまでできるのかわからへんねんって、うん、もう守備いけるでしょ。いやもう試合まで出てへんで山口ね、まあでも、まあ、候補としてはね、うん、ロッテの中の候補としては山口だね、やっぱ30本打ってもらって、うん、で次ソフトバンク、まあ、センター柳町とか周東とか、うん、周東か候補で言うと、あそうですね、ね、うん、西武、西武はちょっと流動的すぎるな、外野もうコルデロとかになっちゃうね、うん、候補が、はい、日本ハム、うん、万波松郷あるでしょ、ありますね、センターね、うん、いっぱいいるからな、うん、スティーブンソン、でも分かんないですよね、どうなるかね、この前大爆発してたけどな、楽天は小郷、岡島とかだもんね、うん、そうなんです。え去年時点は、あでも中川選手が4番目だったんで、ね、中川入れとこありますね、ね、うん、で松本剛選手、その次が辰巳選手だったん で、うん、であと1人か、もう少数派はね、本当もう多分そいつが好きなんやろな記者の人のそうですね、うん、外人1人いっときますか、スティーブンソン、スティーブンソン、コルデロかスティーブンソンやろ、外国人で外野っちゅったらスティーブンソン行っとく、スティーブンソンとレイエスベストライン取ったらハブ A クラス入るよ、スティーブンソンでしょ、スティーブンソン、なんかスティーブンソン、このゴーグルかっこいいですね、 DH かっこいい、これも決まったっすね、ウォーカー、ウォーカーね、ウォーカー、ああホームラン終わるからね、うん、頑張ってほしい。だから平良、若月、レイエス、小深田、栗原、村林、辰巳、中川、スティーブンソン、ウォーカー、うん、外国人3人も入ってるよ、おお、ね、まあ、ピッチャーは分かんないですけど、まあ、キャッチャーの最有力はやっぱ森になってくるよね、うん、はい、普通にやればね、うん、でファーストの最有力やっぱ山川だよ、あそうですね、今絶好調だもん、もう、うん、ここ山川選手な気がする、うんうん、でセカンドはゴルフほど分かんない、結構分かんない、うん、フリーボール、うん、本当藤岡もチャンスあるかもしれないし、もちろん殿崎もチャンスあるし、はい、うん、分かんないですね、全然セカンド分かんない、うん、でサードも分からんよな、うん、浅村選手が浅村がねバッコ打ち取ったら浅村になるよ ね、 なりますね、今まではちょっと流動的だったけど、うん、でショートは源田、だから今宮紅林ぐらいがね、うん、まあ先鋒になるけども、まあ、割って入れる力もありそうだしね、はい、面白いよね、うん、で外野は近藤、柳田、万波が、はい、ちょっと強そうやな、強そうです、これは3匹やな、うん、しばらく3匹になる可能性はありますね、タイトルホルダーやしな、うん、だからやっぱりタイトル取んなきゃいけないね、はい、何かのね、うん、そうなったらやっぱ小深田の盗塁王っていうのはね、はい、チャンスあるよね、ありますね、 DH ポランコ、敵は、うん、そうですね、去年もポランコ、うん、ポランコぐらいやろ、だって DH こいつって言ったらポランコどうかしかいないよね、他のチームは DH 誰か分かんないよね、うん、ちょっと決まりきってないし、だから外国人がね、それこそレイエスとかコルデルとかが DH に入る可能性もあるしね、うん、まあ、そういったところでは、うん、でもまあこれだね、やってたいね、うん、チャンスあるね、あるある、チャンスある、チャンスある、うん、
ちょっとねセカンド当てたいな。いやチャンスあるよ、うん、この中で、うん、一番チャンスあるのは小深田やで、はい、他はなんかこうまだね絶対かって言われると厚い壁があるから あるからね。でも小深田ほんとチャンスある、うん、小深田平やな。そうですね、うん、チャンスある。ピッチャーは誰でもいけますから、うん、まあ、そういった意味ではね、うん、皆さんも一緒に予想しましょう。はい。